新潟の一つ上、13位甲府との直接対決です。新潟はリーグ戦3連敗の悪い流れを断ち切りたい試合でした。スタメンには怪我から復帰した指宿が4試合ぶりに名を連ねました。最初のチャンスは甲府、前半14分、クリスティアーノの弾丸フリーキックがゴールを襲うと、こぼれ球を押し込まれて失点。セットプレーから先制を許してしまいます。しかしその直後でした。フリーキックのチャンスに加藤の左足、大野がヘディングで折り返し、田中達也。わずか4分で追いついた新潟、田中達也の今シーズン3得点目で試合を振り出しに戻します。後半に入ると新潟ペース。7分には左サイド、コルテースの見事な突破から、最後は指宿、鋭く速いクロスにうまく合わせましたが枠には飛ばず。13分には右サイド、酒井宣義が狙いを定めて強烈ミドルシュート。距離がありましたが果敢に狙いました。目の覚めるシュートで相手ゴールを脅かしますが、逆転ゴールは生まれません。その直後15分、またしてもセットプレーのチャンスに甲府のクリスティアーノ。美しい弧を描いたシュートはゴール左上、ゴールキーパーが届かない絶妙なコースへ飛びました。新潟は再びセットプレーからの失点を許し、勝ち越されてしまいます。しかしこの日の新潟は粘ります。30分、ワンタッチで流れるようにパスがつながると受け出した加藤、再び新潟が追いつきます。よく見ると加藤がゴール前に侵入した際、相手選手の足に当たりそのままゴールイン。ラッキーなオンゴールで再び試合は振り出しに。同点ゴールのきっかけとなった加藤はその直後、見事なスルーパス、反応したのはラファエル・シルバ。ついに生まれた逆転ゴールかと思われましたが、オフサイドの判定。相手ディフェンダーより後ろでボールを受けたためノーゴールの判定。勝ち越すことができません。結局同点のまま試合終了。リーグ戦連敗は止まりましたが、ホームでの初勝利はお預けとなりました。